メクレンブルクイコールフォアポンメルン州の地図。濃い部分が、流言島流言の地図、流言島の衛星写真、流言島は、バルト海に浮かぶドイツ最大の島。メクレンブルクイコールフォアポンメルン州に属する。935平方キロメートルに約7万3千人が、住む。隣接する小島非伝税島、ウマンツー島などと共に、フォアポンメルン流言群に属している。 紀元前4000年頃からどの民族かは不明ながら定住者がいたと確認されている。その後、スカンディナビア人とゲルマン人がこの島に移住。彼らが離れた後、7世紀にスラブ人が来島し定住した。30年戦争中期の1632年にスウェーデンに占領され、1648年に30年戦争の講和条約によってスウェーデン領となった。 大北方戦争において、プロイセン王国に占領されたが、1720年のストックホルム条約によって、スウェーデンに返還された。その後も、スウェーデンのヨーロッパ大陸における前線基地となったが、ナポレオン戦争期のキール条約によって、プロイセンに引き渡され、フォアポンメルン州の一部となった。戦前日本では、流言島という表記も見られる。ナチスドイツ時代には、 海水浴場などを備えた巨大な保養施設がプローラで建設された。第二次世界大戦が始まったため使われることはなかったが、戦後は東ドイツ軍兵舎として利用され、現在は観光施設として再生が進んでいる。戦後は東ドイツのローストック県に属した。ドイツ再統一後はメクレンブルクフォアポンメルン州に属し、現在に至る。 バルト海海底を通ってロシアからドイツに天然ガスを送るパイプライン、ノルドストリームに建設用の工場がある。流言島はドイツ本土のシュトラールズントと橋でつながっている。また、シュトラールズントやグライフスバルト、ボルガストからフェリーや小型客船も出ている。東海岸は混み合った観光地になっており、そのうちのいくつかはドイツ鉄道の本土直通列車のほか、 流言海浜鉄道の狂気船で定期運行される蒸気機関車列車でもアクセスできる。安村と国立公園がある。ありがとうございます。